ゼロクラビティ。肩の荷は降りない、こびりつく地層のように、ライトかヘビーかいなか、そんな問いもなきものに、対岸の価値なのに、その身を削るほど姑息なる偽善者の思い込み、ディセルフィー。いっそ彼を伝えだわ、彼無重力状態、いつか訪れと別の瞬間、浮遊してもまだ I can't say。 むき出さいとへと駆け出す二刀へと、孤独を悟る隙間は痛いけど、何回だって知ったって、何回だって立ち上がって、上昇して落ちる速度には神を任せてるんだぜ。Command post, this is Bravo Leader. Currently at 4,000 feet below ground level, we've arrived at the innermost chambers, commencing reconnaissance of the assigned sector. Bravo Leader, this is Command post. We can't get a visual from you. Nothing but static on our end. The relay cables must have been damaged. Should we lose contact, your top priority is to bring back the data. Understood? Bravo Leader, copy that.Damn, look at the crown! It's glowing! Bravo Leader to Command Post. No sign of beta activity on the sensors. Bravo Leader, this is Command Post. Be sure to record any signs of structural damage that may have been caused by the G-bombs. Bravo Leader, copy that. Great. And how the hell am I supposed to know what that looks like? I'm a soldier, not a scientist.I don't even know what the place looked like before it got bombed. The recorders are rolling, LT. Good. All right, people. Move out. Bravo Leader, this is Command Post. Delta Squadron has encountered hostiles and are currently engaging. Be on the lookout for more stragglers. Bravo Leader, copy that. All units, keep your eyes peeled.LT! What is it? What the hell is that? Bravo Leader, this is Command Post. Report your status. This is Bravo Leader. Wait. Stand by. There's something in the middle of the hall. What is that? A pillar? This is Bravo Leader.Some kind of a narrow column stretching from the ceiling to the floor, with a transparent section in the middle. LT, look! It's not just one. There's a whole shitload of them. This is Bravo Leader, attempting to identify unknown object at maximum range. Command post to Bravo Leader. Give me a situation report. We're seeing signs of extreme stress on your vital readouts. Oh, God.Command post to Bravo Leader. Report your status. I say again, report your status.
Fuck! What the hell is this? Bravo Leader, do you read me? What's going on? Report the situation! Oh God. They're human. Human what? Please say again. Bravo Leader, this is Command Post. Have you found survivors? Bravo Leader, come in! They're human brains. Thank you.
こんなところで何をしてるんだ。外出していたのか。物好きなやつだな。どこまで行っても廃墟だけだろうに。タイに戻るんだろ。許可証と認識票を提示してくれ。は？何を言ってる。おいおい、ここを通る前に許可証の提示が先だ。冗談はよしてくれよ。いかに同じ基地の人間だとしても、こればかりは規則だからな。省略するわけにも。どうした？この男、舞台証がない。あ、確かにそうだな。認識番号と所属部隊を言ってくれ。すまないが、照合がしたい。認識番号と所属部隊名、および外出許可証を提示せよ。動くな。黙れ。足を開いて両手のひらを頭の後ろにつけろ。ゆっくりだ。妙な動きはするな。早くしろ。変だな。どうした？訓練部隊の制服のようだが、材質が違う。舞台章をつけたような跡もない。貴様、その服をどこで入手した？動くな。その体格、その姿勢、軍人だな。いや、軍人にしても奇妙な点が多すぎる。怪しいことに変わりはない。とにかく一緒に来てもらおう。抵抗するな。何？何？光月博士に？何のために？とにかく問い合わせてみよう。名前は？いいのか？博士に関係することについては全て報告しろって言われてるだろう。それはそうだが、とにかく全てがはっきりするまではおとなしくしていてもらうぞ。おい、白金たける。おとなしくついてきてもらおう。博士は貴様のような男など知らんと言っている。さあ来い。お、次はないぞ。動くな。そんなことができるわけがないだろう。黙れ。まさか。おい、指揮所に警戒の強化を要請しろ。先生、つべこべ言わずに一緒に来い。バカか。身元が明らかになるまで貴様は拘束されるに決まっている。そうか。では撃たれても文句はないな。黙れ。最初からおとなしくしていればよかったものを。騒がしいわね。何が負けるって？光月博士。連絡をくれたのはあなた？は、そうです。で、この男が白金たける？先生、
私は教え子を持った覚えないわよ。さっきからこんな調子で。とにかく博士、危険ですからお下がりください。さ、行くぞ。また？黙れ！さっさと歩け！待ちなさい。は？いや、しかし。連行してもよろしいでしょうか。あなた本当に白金タケルなの？証明できる？あの博士、ごめんなさい、彼私の知り合いよ。え？ごめんなさいね、思い出したのよ。しかし先ほどは。だから迎えに来たんじゃない。連れて行っていいわね。いや、しかし。何かしら、伍長、何か言いたいことでもあるのかしら。いえ、何も。そう、じゃ連れて行くわね。さ、白金ついてらっしゃい。さすがに疲れたみたいね。あなたならその理由は知っていると思うけど。さて、あなたの要求に応じて家に調査に行かせたんだけど。何もなかったそうよ。の廃墟だったそうよ。写真見る？満足？じゃあ今度はこっちの番。あなたの家を調べてくれば話を聞かせてくれる約束だったわよね。じゃ単刀直入に聞くわね。オルタネイティブ計画のこと、どこで知ったの？12月24日？一体いつの12月？いいわ、質問を続けましょう。誤解のないように言っておくけど、信じるかどうかは質問が終わってからの話よ。こう見えても学者の端くれよ。とりあえずは仮説を立てて、その枠内で考えてみようってだけ。ええ、それだけ。
あ続けましょうか。で、基地司令は何て言ったの？驚いたわね。何が目的なの？あなたが反オルタネイティブ派の工作員であるって話の方により信憑性を感じるんだけど。くだらない妄想はその辺にして、本当の目的は何？本当のことを言いなさい。返答次第では生かしておかないけど。望み？私が？ベータがいない世界？仮にうまく銃弾を交わしたところでどうするつもり？私がいなければオルタネイティブ4は完成しないわよ。あなたが言っていることどうやって信じればいいっていうの？一つ聞くけど、あなたが秘密を暴露しないという保証は
あるのかしら。私たちはある種の利害が一致しているということかしら。そうね、ちょっと待ちなさい。面白いことになったわね。確かにありえない話じゃないのよ。もともと工作員だなんて思ってないわ。理由はあなたがさっき言った通りよ。私の暗殺が目的なら最初に会った時に何かしらやっているはずだしね。ただのおかしな奴にしては知りすぎていた。私の頭の中にしかなかったことまで。しかも、検査結果といい、これといい、面白すぎるわ。あなたの言っていること、少なくともあなた自身が嘘だと思っていないということが証明された。あとは、あなたの言うことが真実か、それともただの精神異常か。100% じゃないわ。でも、信じるに足る理由があるのよ。私にしかわからない理由がね。それは言えないわ。まだね。でも、あなたをそばに置いておくには、十分な理由よ。そう。こんなもの構えることになるなんて思わなかったわ。何？はいはい、わかったわ。それも一度見たから知ってたってわけ。そう。じゃあ、仕切り直しということで。あなたはどういうわけか時間を遡って、2回目のこの時間を体験している。ってことでいい？そこで、以前の私について質問があるわ。並列処理装置や隣の部屋のこと。私はなぜあなたに話したの？さっきも言ってたわね。元の世界にはベータがいないとかなんとか。Thank you.
ベレット解釈ってわかる？多世界解釈って言えばわかるかしら？つまり平行世界とかそういうものだと思っている？鏡すみか。研究？どんな研究？そう、それで？我ながら大胆ね。あなたの話を聞くためだけにそんなことをしたの？さあ、私のこととは言ってもそればっかりはね。じゃあ隣の部屋の話、私は何かあなたに説明をした？で、確認だけど、私があなたを英氏訓練学校に入れたのね。ここでのあなたの立場は？なるほど。我ながらいいアイデアだわ。今回もそうしましょう。私も言ったわよね。条件付きって。100% 信用したわけじゃないの。それでも破格の条件だと思うけど。そう。じゃあ早速手続きをするわ。すべての準備を整えたわ。グラウンドに行ってちょうだい。いちいち場所は言わなくてもわかるわよね。もし、そこのお方。ん？何か。どうかされましたか？危険ですゆえ、外部の方のここから先の立ち入りはご遠慮ください。どなたかをお探しですか？ミツルギ、いいんだ。教官、白金タケルだな。ではこの者が。招待集合。招待集合しました。よし、では紹介しよう。新しく207招待に配属された白金タケル訓練兵だ。見ての通り男だ。しかもこの時期というので驚いただろうが、とある事情によりこれまで徴兵免除を受けていたものだ。訓練には明日から参加してもらう。わかったな。はい。とりあえずは一緒に食事でもして早く交流を深めることだ。榊、食事の後弊社への案内など
もろもろ頼んだぞ。はい。では残り10分、引き続き訓練だ。白金は少し見学していろ。軍とはそういうところだ。だって案内の必要なんか全くないんだもの。ん？まるで何年もここにいたみたいに飲み込みが早くて、さっさと終わらせろって感じだったわ。へえ。委員長？なんだかわからないけどこの調子よ。いい加減呆れてたところ。その言い訳、聞き飽きた。ああ、豆が嫌い？バカなんだわ。白金、これを教官から預かってきたぞ。あ、ありがとう。白金、それ明日までに暗記して。入隊宣誓してもらうから。へえ、知ってるんだ。そうなんですか。明日頑張ってくださいね。ところで白金、聞いておきたいことがあるの。単刀直入に聞くわね。あなた、期待していいの？神宮寺教官からは特別な人物だと聞かされているわ。それは私たち、いえ、ひいてはこの国の、この星のためになる特別なのよね。それは頼もしいな。
頑張りましょうね、白金さん。私たちはその特別の意味するところまでは詮索しない。だが当然期待はする。ホオズキ博士と神宮寺教官のお墨付きだからきっと大丈夫だよ。だといいけど。1ヶ月もすれば総合戦闘技術評価演習があるわ。それは何としても成功させなくちゃいけない。知ってるの？それに先んじてあと1週間もすれば鎧も戻ってくるはずだ。その時には207正体を最強のチームにしておきたいものだ。鎧さんは訓練中に怪我をして今入院中なんです。様々な方面、特にサバイバルに関しての知識については右に出る者がいないわね。とにかく期待してるからね、白金。よし、他の者が戻るまで待機。休んでいいぞ。いいだろう。あの装備を担いで10キロ行軍だ。了解です。そうか、白金、貴様は徴兵免除で体力が余ってるって言うんだな。だったら貴様は完全装備でやれ。ついでに分隊支援火器のダミーも担いでいっていいぞ。すごいですね。一緒だって、自分から完全装備じゃないことに不満言うなんて。それはそうなんですけどね。
んだ、白金か。別に構わぬが、順序というものがあるぞ。分かっていても癖は治らんか。もっとも、だから癖というのであろうが。見ての通りトラックを走っていた。まさか、自主訓練だ。一応日課にしている。私は一刻も早く英士となり、そして戦場に立ちたいのだ。月並みだが、私にも守りたいものがあるのだ。この星、この国の民、そして日本という国だ。白金、そなたにはないのか。聞いてもよいか。誰もそんなことは言っておらん。そなたは立派だな。なるほどな。何故そなたが特別と呼ばれるのか納得できたのだ。謙遜するでない。日頃から随分と自己鍛錬を積んでいるようだが、やはりそれは目的意識からか。そうか、やはり気概だな。何かをなそうという強い信念がなくてはな。ほう、簡潔で良い言葉だ。目的があれば人は努力できる。私も習わせてもらおう。え？よい。ところでそなたは何をしに来たのだ？そうか。私はもう上がるところだ。明日は時間が合うとよいな。うん。またな。そういうことで、詳しく調べておいてちょうだい。こっちはこっちで、それとなく調べるから。それじゃ。いいえ。で、何？何を？ふーん、どうして？実指令、大きく出たわね。そんなに気張らなくても、訓練過程さえちゃんと終了すれば英士になれるわよ。ただでさえ人手が足りない状況なんだから。確かあなた、前の世界でもずっと207小隊に所属していたのよね。だったら小隊の他のメンバーが抱えているものを少しは分かってるでしょ。彼女たちの中にも同じことを考えている者がいるわ。お互い高め合って、一日も早く一人前になりなさい。ところで、聞きたいことがあるわ。私にとって一番肝心なことよ。あなたは、オルタネイティブ4についてどこまで知っているの？オルタネイティブ5については随分と口にするけれど、4については何も言わないわね。それを教えてくれれば、あなたは必要以上に気負う必要はない。4の完遂は、そのまま5の消滅になるんだから。例えば？
それから？それから？それから？何それ？そう、まだある？あとは？なるほど。それじゃあ確かに助言のしようがないわね。でも知っている人間が聞けばそれでは済まないわよ。口外した途端に消されるでしょう。でもあなたの決意に影響を及ぼす要素は皆無ね。できることをやりなさい。そう、じゃあ後ろを向いて一歩進みなさい。わかったわ。あなたも何かあったら来なさい。で、アジカエンが来航の代替品となる。以上が爆破物の種類。高性能爆薬としては TNT と C4 が代表的なものだ。使い方は、今のところ説明をしてみろ。そうだ、考え事をする余裕があるんだから問題ないだろう。貴様に合わせたカリキュラムの変更をわざわざ断ったぐらいだ。相当自信があるんだろうな。おお、なぜだ？うん。座ってよし。ぼーっとしていた割にはまともだったな。講義中はもっと集中しろ。いいな。白金さん、すごいですよ。うん、私も驚いた。てっきり腕立て伏せをやらされると思っていたのだが。分かって当然だと思うけどね。しかし、あの例題から施設を再利用するところに結びつけたのは感心したぞ。うん、頭柔らかいね。危険が効くのは確かなようね。そういう仲間がいると心強いわ。次は小銃の分解組み立て実習だ。そろそろ行こう。お？終わったのか？4分52秒。嘘。よし、点検だ。
問題はなさそうだな。過去に経験があるのか？なるほど。まあいい、その腕をなまらせないよう日々の練磨を怠るな。今までは綾峰の6分17秒が最高記録だったな。新米にあっさり塗り替えられたぞ。貴様らも精進しろ。はい。ほんとすごいよ白金さん。変装するでない。そうね、正直悔しいけどこれだけ差を見せられちゃね。特別ね。うん。じゃあやめましょう。でもこれからはそうはいかないわよ。絶対勝ってやるから。なるほどなんですか？そなたの加入はタイにとって十分な刺激だ。ここで一気に崩れてくれるな。背伸び背伸び。忘れた。でも三剣の言う通り、これがタイ全体の底上げにつながれば総合戦闘技術評価演習は十分期待できるわ。ええ、絶対に。何？ん？一体どうしたの？目的があれば人は努力できる。努力は報わせるものか。言い回しはいささか変だが、そなたの強い意志が感じられるな。何？なるほど。それでそなたは徴兵免除を蹴ってここに来たのであろう。うん、わかります。そうね、頑張りましょう。今度は何？は？開き直ったな。私だけ普通。いい。なるほどな。まあ呼び方はそなたの好きにするがよかろう。なんか私猫みたいですね。ううん、別にいいですよ。そうかな。呼び方を指定する人なんて初めて見たわ。別に好きにすれば。
強引なやつ。タケルさん、また明日ね。ここから離れたら私いなくなります。わからなくなるの怖い。守らないとなくしてしまう。タケルちゃんにはわからない。かすみ、八代かすみです。気にしていません。はい。
いいえ。あら、珍しい。どうしたの？こっちへいらっしゃい。どうしたの？わかったわ。別に、前にも言ったでしょ。言えないことはいっぱいあるのよ。別にあんたのこと話してるって決まったわけじゃないでしょ。別に落ち込むことじゃないわよ。あなたがどういう経緯をたどろうと、通常知り得ない情報を知っていたことは事実だから。私にとってそれは無視できない情報だったわけだし、あなたが望む通り最大限の努力はしているわよ。これまで以上にね。ヤシロはあなたが正常だって言ってるわ。それで今日は何？あら、もう帰るの？ヤシロがいると話しづらいことだったの？そう、まあいいわ。で、何？そうね。で、それに気づいていたのは聞いたわよ。そう、うすうす分かっているとは思うけど、彼女も計画の重要な要素の一つ。その重要度はあなたなんかの比じゃないわ。ええ、重要。ヤシルとあれはワンセットなのよ。一人の子供が人類に夢と希望を与える計画よ。言えて妙だわ。さすが天才の言葉は違うわね。ええ、やっぱり私は天才ね。ノーコメント。あなたにそれを教えるわけにはいかないわ。信用以前の問題よ。それを知ることはこの世界すべてに影響を与える。もちろんあなたにも。わからない？ならどうしたら未来がわかるかしら。あなたは未来を経験してきた。その未来のここと同じ場所で今と同じ時間を過ごした事実があって、それをあなたが詳細に覚えていたら。じゃあもう一つ、白金が体験した未来と似ているけど少しだけ違う未来を迎えるためにはどうしたらいいと思う？それで？行ってみなさい。
一番最後の選択肢。なるほどね、ほぼ正解。白金、あなたは意外と頭の回転が早いわね。見直したわ。基本としてはその通り。これはあなたがこの世界で生きる上で絶対に忘れてはならない大原則よ。でもあなたはすでに相当状況を変えているわね。そしてこれからも変えようとしている。その結果、あなたが知っている未来では起こらなかった状況が発生して、あなたの未来の記憶は役に立たなくなるかもしれないわよね。つまり今突然オルタネイティブ4が取り潰されてしまう可能性もあるということよ。そうとも言い切れないわ。この数日、全く自分の記憶にない何かが起きた？つまりあなたが未来の記憶を持って過ごしていることは、この世界にとっては些細なことなんでしょう。あるゴールにたどり着く道筋は一つじゃないってことよね。些細な違いは当面それに大きな影響を与えない。どうかした？そうかもね。そう思うの？あなたはどうしてこの世界に来たわけ？あなたが最初に暮らしていた世界、そして次の世界、かなり違っていたんでしょ？つまり少しずつ差のある平行世界が無限に存在しているのかもしれないのよ。ええ、ありとあらゆる可能性を網羅した世界が全部揃ってるのよ、きっと。当然あらゆる可能性があり得るんだもの。地球の存在しない世界があってもいいわね。それなのにあなたは再びほぼ同じ世界に戻ってきた。違うわ、きっとあなたがそれを望んだからよ。すべての物質はそこにあることを求められて存在している。あってほしい、ありたい、なければならない、さまざまな意思によって初めて存在できる、そういう考え方もあるわ。白金タケルがこの世界にあるのは、あなたがこの世界でやるべきことがあると考えてそれを強く望んだから、そういう解釈もできる。わかる？そう望んだ意志があなたをこの世界に導いたと仮定した方が自然ね。だからあなたはこの世界で自分の目的が達成できるよう努力すべきじゃないかしら。あなたはね、きっと意志が揺らいだ時点で世界を移動してしまう可能性のある特異な事象の焦点なのよ。もしもこの世界への執着がなくなってしまったら、次に目覚めるのは、そうね、恐竜王国かもしれない。小難しい推論は置いておいて、あなたは極めて不安定な存在なの。わかる？あなたが別の世界に移動したことでどんな影響が出るかわからない。私の考えた仮説が正しいとすれば、あなたとあなたに関わった人間の命に関わる問題になる。あなたの意志が揺らぎまた別世界に飛んでしまったら、元の世界であなたと関わった誰かが死ぬかもしれない。そう思うのなら、この世界で自分の目的が達成できるよう努力しなさい。そうすればきっと防げるはずよ。私だってあなたが見た未来なんかごめんだもの。そうならないように私も努力するから。じゃあ講義はこれで終わりよ。あなたもね。うん、最後に、ラプラスの悪魔はもう存在しないわ。未来は不確定なもの、良いようにも悪いようにもなる。未来は誰にもわからない。
とりあえずは思った通りに頑張ってみなさい。あなたの望む未来を手繰り寄せるため